はい、皆さんこんばんは。はい、笑い横コーチ、ちかちゃんの吉田美さん、お願いします。お願いします。はい、先ほどの番組はね、社会人野球の方がゲストなんですよね。私も一応野球部だったんですよ、昔。そう、そう実はだからすごいね、冬の走り込みなんかね、すごく思い出してまして、なんかちょっと楽しかったですね。ちょっと意外。あ、本当に、うん、野球帽似合うよ、俺。どうしてた？セカンド。セカンド？はい。はい、ということで、じゃあ今日はね、笑いを一つやってから行きたいと思いますけどもね、はい、じゃあ今日はね、アスカちゃんのリクエストでね、こうまあこうね、こうやって今日出てくるともご縁があって出てくるもんしたから、このヤジヤジテレビもね、ご縁をつないでいく場所だと思うんでね、ご縁をつなぐ笑いということでいきたいと思います。じゃあね、こっちはね、小指、こっちがね、親指、これをね合わせていくっていうこと、これでこれでイエーイ。おお、危ない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 。じゃあ一緒に行きますよ、行きますよ、行きますよ。はい、じゃあ練習タイムは、はい、練習タイム、行きますよ、行きますよ、行きますよ、せーの、え、どっち、こっち、そう、いいよ、せーの、イエーイ。あはははは、オッケーです。おう、はぁはぁはぁ、イエーイ。ありがとうございます。ありがとうございます。これ大好きです。あ、ありがとうございます。いやー、嬉しいなー。ね、大体みんな嫌がるんですけど、この笑いをね。いや、ね、大好きですって言ってくるのはありがたいね。はい、ということで、はい、本日のゲストは、変化茶師、まるまさの、まぶちあすかさんです。お願いしまーす。よろしくお願いしまーす。お願いしまーす。はい、ね、今回はね、なんでね、お呼びしたかっていうと、前回出てくれたね、自然薯農家の、キート君、そう、キート君からね、ぜひアスカちゃんを出してほしいと熱烈オファーがありまして、あ、そうだそうだと思って、キート君ありがとう。お、きっと見てると思うよ。見るな。そんで、マサナオ君わかる？加藤マサナオ君。加藤さん、はいはいはい、うん、マサナオ君とね、よくこの番組一緒にするんだけど、出るんだけど、その時もね、結構アスカちゃんの恥出たりするんだよ。手もみとかやってるでしょ。そうそう、見ました、嬉しかったです。あ、はい、加藤さん、合コンどうなったか気になりますか？どうなったんですかね。ね、うまく、でも彼モテそうだよね、面白いけどね。何そこ笑うの。そう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 、ね、めちゃめちゃ面白いけどね。婚活マスターですかね、彼は。マスターなんですね。マスターですか。いろいろ技を教えてもらいましたけど。技技とかあるんだ。あるあるある。まあその話も別にしようとしてみて。はい、後で。じゃあ、ね、でもアスカちゃんと会ったのもっと前だよね、結構。もっと前、結構。どこでやったっけ、最初。多分、うん、相良の超特寺で最初に見たのが、はい、私がこう見たのが最初な気がする、うんうん、ああそうなんだ。その後、うん、多分三橋さんのとこでライブとかでお会いして、はい、そこで初めて話したりしたじゃないかなと思うんですけどね。確かにそう、ライブ見てくれてる子がいるなと思って、そう思ったんだけど、うん、そうそうそう、もう最初見た時、あ、体張ってるなと思いましたね。体張ってるな。どういう方。どういう方。いや、でもすごい笑わせてもらいました。あ、笑いようがね。ああ、ありがとうございます、はい、そうかそうかね。え、そう、俺もね、三橋さんから若い女性でね、この今牧野さんのお茶をね、盛り上げようってしてる子がいるからっていうね、言ってて、本当にありがたいことです。そうそうそう、三橋さん、いつもありがとうございます。きっと見てると思うから、見てるかな。じゃあね、そんなアスカちゃんがね、ね、そのなぜこうね、お茶を始めるようになったのかとかね、そういうのを今日聞きたいなと思いますけど、お願いしていいですか。はい、はい、あ、お茶、あ、はい、私は今牧之原市でお茶の生産と販売をしています、はい、うん、今の変化茶師まるまさっていう屋号でスタートしたのが2021年、おととしですね。おととしから、始まったばかりで、まだまだ勉強中なんですけれども、うん、私の家はもともとお茶農家で、うん、もう遡ると記録が残る限りでは江戸時代ぐらいから今の土地に畑あるんですけれども、すごい歴史だね、うん、で少なくとも明治期からはずっとお茶やってて、うん、で私の曽祖父
ひじいちゃんの時の屋号が丸政。丸政、はい、その時から一回ちょっとうちにあった茶こぼが廃業してしまったんですけれども、その後畑はあの祖父が守ってきて、で私の時になって、もう一回そのうちであの作ったお茶っていうのはどうしても自分のお茶を作りたくて、うん、あのもうお茶が好きで、それでこの丸政っていう屋号を復刻して、うん、あのまた、仕事を始めました。いや、ご先祖さん喜んでるね。喜んでくれてますかね。絶対喜んでると思うよ。すごいね、はい、うん、その変化茶師丸政の仕事と同時に私個人としては、うん、もっと大きいお茶農家さんだとかお茶工場だとかお茶関連の会社で今こう食卓社員みたいな感じで、うん、あのお手伝いとかしながら、うん、あとさっき言ってくださった手もみ、手もみってさっき言ってくれました、言ってですよね、うん、手もみ保存会のその手もみをやるお茶師としてとか、日本茶インストラクターの活動もあって、もう結構お茶に、うん、お茶関係はだいぶいろいろやってるっていう感じ。おお、じゃあもうほんとマスターだ。まさなぐと一緒だ。あ、そうです。婚活マスター、お茶マスター。あ、彼もお茶マスターだ。お茶ですよ。ああ、そうか。婚活すると思ったっけ。そうだっけ。本職が本職婚活だ。はい、そんな風に仕事させてもらってます。なるほどね。え、じゃあもう、いや、家がじゃあもともとお茶屋さんだったから、ええ、じゃあ私ももうお茶やろうってちっちゃい頃から思ってたの？でもない。あ、そうなんだ。でもないんですよ、うん、そう、あの子供の時からもちろん畑仕事はずっと手伝っていて、うん、で、そう、畑仕事を手伝うぐらいの感じで、うん、まあ、高校までこの地元静岡だったんですけれども、うん、大学県外入れて、でも大学の時はそんなお茶のとか農業とかのことを別に勉強したわけではなくて全然違うことで。何勉強したの、大学は？ですね、文化系フィールド文化学コースってとこにいたんですけれども。おお、何を学ぶんですか？なんか文化とか、化なんか美術系とか、あと歴史、なんか考古学とかそっちの方とか、なんか結構いろんなことをやるところだったんで、うん、結構いろんなこと勉強してました。何になりたかったの？学芸員とか。学芸員、おー、すごいな。そう、うん、でも単位落として。落としたの？単位落としたのと、うん、はい、あと、はい、あとそのあのじゃあ就職しようってなった時に、うん、就職活動があんまり好きじゃなくて、うん、ああ、まあまあ気持ちはわかるけどね。でもその時はその、うん、いろんなことに首突っ込んではいろんなことに挑戦してた。もうあのなんか部活とかサークルとか5個ぐらい掛け持ちしたぐらいで、本当いろんなことやりまくってたんですけれども、ね、でそういうのを通してなんかどっか就職するとかっていうよりも自分でなんか起業っていう か、うん、なんか自分で起こしたいやりたいなって思った時に、うん、そこで初めてうちの地元のお茶っていうのを振り返ったんですよね、うん、そういえばうちお茶あったなって本当なんとなくなんですけど、なんとなくお茶かなって、でその時私がやることっていうのはなんとなく本当なんとなく思って、うん、で最初は、うん、なんかそのまま静岡に戻るのも尺だったので尺だったの、はい、あの鹿児島のすごい大きいお茶工場、鹿児島もお茶盛んなので、うん、そこにこう最初まあ研修生っていう形だったんですけども、就職して、うん、でお茶のことまあなんかこう勉強してからにしようとかって思って。なるほど、はい、鹿児島で働いてきたんだ。はい、働いてきました。ちょっとごめん、コメントね。あ、はいはい、ありがとうございます。いっぱい来てるみたいですよ。いっぱい来てる？来ますよ。お、あ、婚活マスター来てますよ。加藤正さん、こんばんは。来てますね。こんばんは。嬉しい。ね、嬉しいね。木村たっちゃん、あすかちゃん、出演おめでとうございます。パチパチパチ。ありがとうございます。ね、うん、すごい緊張してるんですよ、本当は。本当に、そんな感じしないけどね。これ誰かわかる？いや、わかんない。え？ KN…YNKYM、 ごめんなさい、ちょっとすぐ分かんないんですけども、まぶちゃんって言ってますね。めっちゃ暑い、なんか嬉しい、嬉しいですね。クラッカーをいっぱいね。杉田さん、杉田さん、お茶の杉田さん、こんばんは。お世話になってます。いつもありがとうございます。佐賀秀嗣さん、こまい、お茶の館長で一緒に出てくれた、一緒に目の前の佐賀さんもよく出るんだよ、ここ。あ、そうなんですね。ごめんなさい、存じ上げなくて。お前、俺の代わりパーソナリティやってくれた。代わりって。
俺あのコロナにかかったもんで。あ、そうそうそう、そうだったんですね。ゆうさんありがとう。ありがとうございます。木村ちゃん見てるよってね。あ、見てて、加藤正夫さん僕のネタもいいからって。はい、木村ちゃん彼はめちゃくちゃお茶を飲むらしいですよって。飲むらしいですよね。なんか1日50杯ぐらい飲むらしいって。それ大丈夫かな。その代わりあれだ、コーヒーも50杯飲むらしいよ。金ちゃんか。あ、わかる。あのギタリスト。ほう。あのです、あのミュージシャン。あ、そうなんですね。そうそうそう。あ、金ちゃんか。ありがとう。あ、よかった、見てくれてる。え、嬉しい。お、水田さん来たよ。水田さん珍しい。珍しい。あ、嬉しい。アスカちゃん応援してるよ。アスカちゃんも応援してる。皆さんありがとうございます。昨日お世話になりました。すごい、めっちゃ来てる、嬉しい。大人気じゃないですか。ありがとうございます。大人気ですね。いやよかった。でこんな感じで、ね、コメントもたくさん紹介しますので、もう来てください。はい、じゃあね、さっき鹿児島でね、ちょっとお試合に勤めたっていう、そこからどうしたんですか。そっから、うん、でもあの、まあ、鹿児島にあのいたのは1年半ちょっとぐらいだったんですけれども、実は、うん、どっちかっていうとその時はもう仕事よりも遊んでましたね。へー。なんかね、大学卒業して社会人になって一人暮らしでって、でまたこう実家から離れたとこにも来て、その時、うん、何度も言ってるように本当にお茶ってなんとなくだったんですよ、うん、なんとなくだったんで、仕事もまあ、本当一生懸命やってないんですけども、うん、お茶のことになるとなんとなくで、やっぱりどっちかっていうと遊んでましたね。まあ、それ遊びたいよね、20代前半のもね。そう、なんか、うん、こういうとこに行ってました。あ、そう。え、あ、イメージないわ。本当ですか。そう、クラブとか。あ、そう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 。あ、そう、好きでしたね。でもあのしっかり焼酎も覚えて。焼酎も覚えて。そう。なるほど。そう、そんなこんなで、でも1年半ちょっとの時に、うん、なんかそれでもなんかこのままでいいのかなとか思っちゃって、とりあえず静岡戻ってきちゃったんですよ。静岡戻ってきて、でも戻ってきてもすぐにはお茶に向き合わなかったんですよ、なんだか。その時はやっぱりその時はどっか行きたいなって思って、うん、なんかなんだよ、もう心がどっか遠くに行ってたっていうか、もういろんなところに来ていろんな経験がしたいっていう方に行ってたので、どっちかっていうと。なのでその時からは海外にこうバックパッカーで行っちゃうことが多かったですね。行ってたの。そんな何箇所もってわけじゃなかったんですけれども、うん、ベトナムですね、ベトナム、ハワイ、ブラジル、台湾もそのぐらいに行ったのかな、あと中国もそのあたりだっけかな。すごいね。覚えてないですけども、なんか、うん、そうバックパッカーでもあちこちホイホイ行って、まあ、うん、もちろんあのこの国内っていうか、うん、日本もなんかこうひょいひょいどっか行っちゃうような感じで、へー、どっちかっていうとそういうタイプでしたね。めっちゃ楽しいじゃん。楽しかったですね。まあ本当にそのいろんな経験、いろんな人と出会ったし、うん、いろんな経験をして、それがあの今こう生きてるっていうこともあるんですけれども、うん、一方でやっぱなんだろう、うん、あちこち行きつつも、うん、じゃあ仕事としてたとか、はい、この社会に自分がどう役に立っていくかっていうところはちょっとまだ見つけきれてなかったなって振り返ってます、うん、あの時は。若いのにすごいね。そうでも なんとなく まあ、何やったら儲かるんかなとか、何やったらこうすごいって言ってもらえるかなぐらいに思ってて、こうアルバ、まあ、その時こう手近にあったアルバイトとかパートとかを掛け持ちっていうか転々としながらっていう感じでしたね。それかなので、どうかな、2017年8年とかそのぐらいかなだと思うんですけれども。なるほどね。はい、でいつからこうじゃあお茶にやっていこうっていう目覚めたの。そう、それが、うん、そうやってあのパートとかアルバイトとかしてる時に、うん、ある日、うん、あの近所か、うん、近所の大きいお茶工場でアルバイト探してるって言うのを聞いて、うん、でその時にこうやらせてもらう仕事っていうのは、私が鹿児島でやってた仕事と同じ仕事だったんですよ。こうお茶敷きになると、うん、あのお茶工場に
こう葉っぱが運ばれてきて、もう25メートルプールかもしくはもっとでっかいような、あの生葉をこう入れておくすごい 箱みたいなのがあるんですよ、まあ、コンテナがあって、そこにこう入れといたのを、その葉っぱが来るのを受け取る、その受付と一緒に、あとその入れた葉っぱをしおれないようにこう管理してあげる、こう長いフォークみたいのでこう一生懸命描いて、結構あれ意外と体使うんですけども、大変だよね。そう、そういう仕事は鹿児島でお茶時期には工場に入らせてもらってやってたんで、それと同じ仕事をその地元でももうちょっと規模は小さかったんですけども探してるって言われて、あ、じゃあやりますっていうふうに言ってやらせてもらったらめっちゃ楽しかったんですよ。へー、なんか昔思い出してっていうか、じゃなくて思い出しましたね、思い出しつつ、そのでも鹿児島でやってた時よりもずっと楽しくて、へー、あ、この時間すごい幸せだなって、そのお茶に関わってるのが、へー、なんでって聞かれちゃうとなんか説明できないんですけれども、うまく説明できないんですけれども、お茶と関わってるのってこんなになんか幸せなというか貴重な時間だったんだとか、あとはやったことある仕事で自分がそこに役に立ってるっていうのが、もうその現場はほぼあの大体一人でやらせてもらったりしたので、なんかそういうのがすごく嬉しくて、あ、ここで私って役に立てるんだっていうのを得たし、やっぱりお茶好きだって思った、その手放しで何か好きだっていうのが言えるっていう、あの体験はすごくあの貴重でした ね、 なるほどね。あれで人生変わったぐらいに今は振り返ってます。で今喋ってるね、あすかちゃんも目が輝いてる、ね、あ、本当ですか。そう多分よっぽど好きなんだろうなって思いながら見てたけど、そう、好きなんですよお茶が。やっぱそれ自信持っているって強いね。あ、強いと思います。強い、はい、もうそっからお茶まっしぐらで、ね、最初は、その仕事させてもらったお茶工場のお茶っていうのをこう、仕入れるっていう形で、あのそれをこうイベントでこう販売してみたりっていうとこから始めて、あとあの一回こうお茶関連の会社で、勤めたり、まあ、正社員で一回勤めたりとかしながら、その後は、まあ、独立っていうほどでもないですけれども、でその次にあの自分のこの変化茶師マラマサっていうのを始めたりだとか、お茶時期になると、そこの今出てきたお茶工房もそうだし、別のところとかも、お茶を作る、まあいわゆるお茶師でこう仕事させてもらったりっていうのを今、の工場に行って、はい、やってます。へー、すごい、そういう仕事もやってんだね。やってます、やってます。ちょっとコメント読もうかな。あ、来てますか。来ますね。そうですね、木村たっちゃん、つかちゃん熱いゲストだねって言いますね。本当ですね、いいですね。ありがとうございます。で、おときさん、こんばんは、ってね、いつもありがとうございます。ありがとうございます、嬉しいですね。なるほどなるほど、今日はコメントいっぱい来ますね。あ、嬉しい。なるほどね、そうかそうか、そこにお茶に目覚めて、目覚めたって感じですし、ね、そう、その時やっとこう、あちこち行きたがってたのが帰ってきたっていう気がしましたね。お茶にだとか、この静岡に、地元にで帰ってきたし、気づいたっていうのが、そうですね、もう、この先の人生はお茶に捧げますので。かっこいいな。まだ若いのに。そう、すげえな。まあそのぐらいの気持ちで今いますね。いいね、はい、せっかく でね、あと、あ、ね、はい、15分で飲もうか、これせっかく用意してくれたから、はい、ね、あの丸政っていうのがこの丸にまさ、政治のせいを書くこの屋号でやってます。こういうふうにあのお茶っぱ、これが紅茶、あ、紅茶も作ってるんだ。はい、紅茶と、この赤いのと紫のが、緑茶なんですけれども、はい、主にこの3種類で押してて、こう季節限定でほうじ茶が出たりとか、あと今月あの緑茶がもう1種類あの出ますので、ちょっとあのチェックしてください。はい、はい、今日は、はい、あ、実は紅茶と、はい、ここにあるんですけれども、この紫の方の緑茶用意しました、はいはい、ちょっと
飲んでくださいますか。飲みますよ、お茶大好きですからあ、本当ですか、嬉しいです。じゃあ紫、さっきの紫色の屋号の、はい、これ朝虫のお茶。結構静岡深蒸し、深蒸し多いね、多いんですけど、うん、そのお茶の緑茶作る時って最初に蒸すので、その蒸しの長さが、うん、短いか長いかで結構分かれるんですけれども、これは浅いので短い方で、おこれは結構なんだろう、深蒸しだともっと、うん、まろやかな感じで、うん、こうワインでいうとフルボトルみたいな、フルボディか、間違えました、フルボディ、そうボディ、うん、こうもっと複雑な感じなんですけども、結構浅蒸しだとクリア あ、 そうなんだ、この見た目もそうですし飲んだ感じも、へえ、で透明ですよね。はい、そうそう透明で、香りが、香りがいいの、はい、特徴があるのでぜひ。ああ、なんか生葉のなんか感じっていうか、あ、近いかもしれないですね。はあ、いいですね、いいですねとか言っちゃってなんだ、程よい酸味というかなんか、あ深蒸しとやっぱ違うね。さっぱり、うん、さっぱりというか、うん、クリアな感じで、こうでまたこの紫のが、このお茶の品種があんまりない珍しい品種なので、その品種の特徴っていうのが今回、うん、今回って今年よく出てくれたので、うん、なかなかないお茶ですね。これ、この間出店した牧之原コンチェルトっていう、はいはい、お茶のイベントあったんですけども、ね、うん、はい、そこでも朝の茶これが美味しかったって言ってくださる方で、結構買ってってくださる方いらっしゃって、おすごい、はい、確かになかなか飲んだことないよ俺こういう茶。そういうタイプだと思います。初め飲んだ時と後で味がまた違うんだよ。あーうまいねこれ。よかったそう、うまみとか、うん、そっち系ですね。うん、へえ、なんかそんな風に飲み干してくださって嬉しいです。いや、こっちも飲もうかなそう、来てますよ。来てますか。これ金ちゃんの時か。あ、金ちゃん、俺も次語りてー。金ちゃん、ぜひ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 お願いします、紹介してください。はい、ネタはいっぱいあると思うんで。お、キマタちゃん、めっちゃ来てる。そういえば変化茶師ってどういう意味ですか。あ、さあそれ聞いちゃいましたか、はい、変化茶師は、はい、その私のコンセプトとして、うん、こう畑、まあ、もちろん畑あるので生産してるので、うん、畑の仕事からこの葉っぱ、うん、できた葉っぱをお茶にする、うん、こういうお茶にするっていうところも製造のところと、それを、販売するとか、こうやって飲んでいただくっていう、うん、そのトータルでこうもっと規模が大きくなったりすると、それぞれこう専門に特化して、お茶農家は栽培のところで、お茶工場は作るところで、うん、その次の問屋さんとかに行くと、うん、まあ、問屋さんがこういうふうに仕上げをしたり、うん、売るっていうところって、こう専門分野は分かれることがあるんですけれども、はいはいはい、このお茶の世界っていうのは、うん、私は全部やりたかった。その全部できてこそ変化茶師の茶師が、うん、お茶としてのお茶のプロフェッショナル、初めて全部お茶のこと分かっていて茶師だなっていうふうに私は欲張って、いやでもプロですね、でもねって考えるので、うん、もうはい、なのでどの仕事どのプロにも変化して、なるほど、そういう意味か。どこでもいい仕事をするようにそう願って、変化茶師っていうふうに、あえて変化茶師っていうふうに今名乗っています。なるほど、たっちゃん、はい、いい質問だね、素晴らしいはい、あと1分になっちゃった。え、本当ですか。早いっしょ。え、本当ですか。やだ全部読んじゃうよ、とりあえず。はい、茶ってもしかしたら麻薬かもしれん。なるほどね、ある意味ではね、うん、ね、注目されます。野本さん、野本さん、あー、野本さん、ありがとうございます。牧之原に必要な人材ですって、本当ですね、ありがとうございます、ね、たちゃん、茶送るもいいですよね。はがきに入ってるお茶で、それはが投函送れるんです。よくしてたっちゃん、はい、ね、チェックしてください。これだと、その YN、 あ、ごめんなさい、ちょっとすぐわからない。にょりさんかな、まぶしさんのお茶の品種も素敵な選択ってね。あ、これはご先祖様のおかげですね。なるほどね、はい、たっちゃん、つかちゃんは
お茶1日何杯飲むんだっけ。何杯飲む。でも20杯ぐらい多分飲んでます、ね、素晴らしい。リアルに。佐賀秀嗣さん、お茶っていいよね。本当確かにね。はい。YN にょりさんというかな、はい、宿命に気づいたまぶしさんのお茶、うん、あ、すすり、あのこの紫のお茶、はい、すすりっていう名前見えるかな、すすりっていう名前で、はい、あ、すごい、あのすすり知ってくださってるんだ。飲んでますが、クリアで爽やかで春の甘い香り、心地よい渋みと旨味、美味しいです。もう全部言ってくださってる。嬉しい。俺がコメントしてよかったね、これは。あ、そうなんです、はい、はい、あ、嬉しいです。ということで時間が来てしまいました、ごめんなさい、はい、あのオンラインショップで、はい、あの売ってますし、はい、実は今度、はい、静岡祭りに出店します、はい、あのお菓子作ってる姉妹とコラボして出ますんで、はい、あのインスタツイッター、あのぜひチェックしてください。はい、はい、りました。あ、コメント入ってます。あ、まだ入ってる。ごめんなさい、ごめんなさい、ぜひあのオンラインショップ検索したらすぐ出てくるんで、はい、じゃあ本名で、はい、あ、丸正でいいですね。あ、ま、はい、はい、大丈夫です。金ちゃん、お試しセット本当よかった。 ありがとう。そう、あのお茶がこう、うん、1銭ずつ分入ったあのプチギフトにも、うん、あのおすすめ の、うん、あのセットが、ちょっとほうじ茶のは完売しちゃったんですけれども、うん、あのもう一種類緑茶が出るときに、うん、あの今月また発売しますんで、はい、ぜひということで、じゃあやっぱね、ちょっと時間なかったのでまた次回また、ね、お願いします。また来ますんで、はい、ぜひお願いします。はい、はい、ということで本日のゲストは変化茶師丸正のまぶちあさこさんでした。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。続いての番組はパパユーさんの八重塚ヤーマンです。聞いてください。